はい、こんにちは、沢一です。今回もバカチ部屋解説やっていきたいと思います。マップは、なんだっけ、ここ雪山の前哨基地ベータですね。で、今回この動画は、一回自分見ました。改めて見て、いろいろ気づきとか、あの立ち回りのいいとこ悪いとこあったんで、まあそれを踏まえて、解説していきたいと思います。で、まあ、結果言うと、この試合勝ちます。勝って僕が、1位になるんですが、まあ、その1位になる過程を、説明したいと思います。で、開幕ですね。開幕は右側行ってます。この右側は、ターニングポイントだともう王道中の王道のルートで、だいたい右側取れると、勝てます。うん。で、ですね、ここ、ら辺は、行ったルートはいいんですが、結構射撃が間違ってて、そう、ここで死ぬんですよね。本当は、さっきのところは、撃たない方が良かったんですよ。なるべく、目立つような行動をしない方が、うん、もし、ブラスター一撃もね、撃たなければ、すぐ入れたと思いますね。で、うん、ここも、正直、立ち回りに迷いがありますね。うん。で、右側にみんな集まってるんで、まあ、この辺は、そうですね、まあ、みんなに合わせて入る方がいいですね、この状況は。で、正直これ第3ウェーブまであるんですが、第1第2ウェーブは100点満点中でいうと40点くらいの立ち回りでした。 ですが最終ウェーブで一気に巻き返したんで、うん、最終ウェーブは良かったですね。で、ここら辺ももうすぐね、左側とか真ん中行ってもいいんですよ。なんでかっていうと、もうどっちかな、左か真ん中に仲間が2人入ってるんですよね。うん、それに追うようにして入ってもいいんですよ。全然みんな、マップも広いし、みんな右側意識してるんで、全然左と真ん中も取りに行っていいんですけどね。ちょっとまあ、右側をこう、意識しすぎですかね、僕は。で、敵チームも全体的にやっぱ右側だし、なんといっても ATST も右側結構見てるので、そうですね、裏取りという意味でも左と真ん中を攻めていく方がいいと思います。で、ここからですね、時間も、3分50秒でちょっと焦った方がいいですね。右側もまだ半分も取れてないので、そうそうそう、立ち回りというか CP 確保の位置を変えた方がいいです。で、やっぱ CP 確保中でもポイント入ってくるんで、やっぱスコアも上位狙えますよね。で、ここも仲間が今2人しか入ってないですが、うん、まあ、分散する形で、分散できてるんで、まあ、もうちょっと真ん中の方にね、仲間が集まってくれるといいなと思います。だいたい今の段階だと僕の役割ってのは、おとりですね。おとりで入ってる感じです。で、メインはやっぱ右なんで、もう右7人も入ってますね。そのおとりとして、真ん中入ってる感じですね。うん。で、全体的に敵の位置も見えてるんで、さあ、ここで第2ウェーブですね。第2ウェーブは室内 CP と、外にある CP です。左側 CP が外で、右側 CP が中にあります。で、第2ウェーブの特徴は、そうですね、大体、もうターニングポイントで勝敗が決まりやすいってところですね。第2ウェーブでどれだけ時間を稼げるか、どれだけ CP に入れるかが大事です。特に第2ウェーブはどっちの CP も反乱側は入りづらいんで、まあ時間との戦いですね。時間とタイミングをうまく、見極めた方がいいです。で、もう第2ウェーブ始まってますが、だいぶロスしてますね。未だにこのとこにいるっていうのは、だいぶ距離的にロスがあるんですが、まあ、場所的に言うと左側の方が近いんで、そっち行った方がいいですかね。で、右側にね、もう結構何人もいるんで、これはもう完全におとりとして左側に行ってもいいと思います。で、しかも右って狭いんで、サーマルインプローダー食らうともう一気に全滅する可能性もあるんで、これは左をいいですね。ここも、おとり作戦で、左に行ってますね。多分この時の僕はそんなおとりをするつもりはないと思うんですが、結果としてまあチーム内でおとりという役割になっているんだと思います。どっちかというと僕はもう王道ルートを攻めていきたいタイプなので、まあ結果としてこっちは おとりになってしまいましたね。で、いいペースはすごいいいですね。
右側 CP も14人とか入ってたので、すごくいいペースで進んでます。でここもね、もっとすぐ前に行きたいんですが、残党に結構目をやられて残党退治ですね。でここまで順位はね、5位とか6位くらいでそんな高くないし、内容としても結構悪い方なんですよね。まあおとりとしてはすごいいいと思うんですが、例えば射撃の打ちこぼしだったり、あと無駄な敵を撃ったりしてるってところは目につきますね。でここからまあ最終ウェーブ巻き返していくんで、ぜひとも見てください。で最終ウェーブはもちろん一つだけの CP で、 CP 中にあるんで、しかも ATST も全然出現するので、結構取るのは難しい。本当にタイミング見計らって取んないとですね。だいたい反乱側不利です、最終ウェーブは。しかもガチ部屋なので、まあどれだけ谷ポを理解する人がいるかですよね。だいたいみんな射撃は上手いので、あとは CP を取る力というか頭を使うところが大事ですね。うん、ここもあそこにいる敵は撃たなくていいけど、そうすぐ入った方がいいですね。本当に時間との戦いなんで。で仲間、結構いますね。うん、結構います。3人か4人近くにいるんで、これはもう先陣切っていった方がいいですね。でそう、ここでもう早速自分が一番先頭で入るんですよ。で ATST もいるし、敵の人も何人か死人してるんですが、自分がここで生き延びてるおかげで仲間がどんどん入ってくれるんですよね。でその仲間がまた爆弾ボムとか持ってるんで、それでさらに体力を維持できる。うん、で ATST いても焦んなくね、立ち回りできるっていうのが強みですね。でここ、ディスラプターをそう外すんですよ。外すんですが、ここも、パワーアップでサーマルインプロダ出るんですよね。でここ当たるんですよ。うん、ここすごいファインプレーでしたね。これもし外れてたら死んでたかもわからないです。でここで仲間ね、どんどんもう5人もっと入ってくれるんですよ。うん、でここは完全に僕が先陣切って入ったから、でしかも生存できてたので、仲間がどんどん流れに沿って入れた結果、勝てましたね。もう第1第2は正直立ち回りはすごくクソでしたが、最終ウェーブで先陣を切ってこう CP に入ったおかげで仲間もどんどん来てくれたので、すごいそこは良かったんじゃないかなと思います。その結果、全体ランキング1位も取れたし、立ち回りとしては最終ウェーブで巻き返した感じですね。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。